信長見聞録天下人の実像文石川拓司今回の信長の言葉「富士の寝方を御見物なされ駿河遠江へお回りそうらいて」信長が諏訪を立ち帰国の途についたのは天正十年四月二日のことだ「馬回り衆」や「主」だった将だけを伴い 東国の名所を見物しながらのゆったりとした帰国だった。迅速を旨とした信長の人生における珍事と言ってもいい。最も信長のすることだ、目的がある。その一つが富士山見物だった。富士の寝方をご見物なされ、駿河とうとう見えおまわりそうらいて、ご気楽なすべきと信長が命じたと、 信長後期には記されている。自らの行為に「ご見物なされ」と敬語を使ったのは筆者であり信長の家来だった太田牛一の主君への遠慮だろう後期にはこの信長の言葉が多少言い回しを変え2度記されているよほど富士見物が楽しみだったのだろう 実際に信長一行が雄大な富士の姿を眺めて心を躍らせる様子を牛一は印象的に描いている現代の富士宮市辺りでは信長の古彰集が富士のふもとで「お馬を攻めさせられお狂いなされた」「お狂いはお狂いだ」晩年の信長は時々それをやった詳細は不明だが 模擬戦という説がある。いずれにせよ武人であった牛一が「おくるい」と呼ぶほど激しい牙での遊びだったことは確かだかつてのように軍勢の先頭に立って戦うような真似ができなくなった天下人信長の気晴らしだったのだろうこれほど間近に富士を眺めるのは信長には初めての経験だったのに違いない当時なら 厚半島辺りからも富士山は見えたはずだから、遠望したことはあるかもしれない。けれど、あの圧倒的な富士の異様は話に聞くだけだったはずだ。自分がそこへ足を運ぶ以外は、噂話によってしか縁獄のことを知り得なかったこの当時なればこそ、間近に見える富士の大きさは、幾度も耳にして想像を膨らませていたのだろう。 もしかしたらその話を聞かせたのは駿府城で少年時代を過ごした徳川家康だったかもしれない富士の麓を見物した後、回って帰ると信長が言った駿河は今や徳川の領土だそこで信長が家康から受けたもてなしが尋常ではなかった甲府を立ち徳川が新たに支配する領域に入ったのは4月10日だが そこから三河と尾張の国境を越えるまでの9日間家康が信長のために何をしたか隆一は詳細に記述している「川には新しく橋を架け街道を拡幅し邪魔な石を除き吐き清め水をまき護衛の銃に当たらぬよう木々を切り払い両脇に隙間なく警護の兵を配置して柵を何重にも設けた」。 真新しい休憩所に馬や宿泊する陣屋を建設し陣屋の周囲には信長の友をする将兵たちのために宣言の小屋を建て並べ都から集めた3階の珍味に朝夕の食事の用意をさせた一箇所ではない信長の行く先々すべての場所に家康はそれだけの準備を整えていた。 当時は橋を架けるのが難しかった大井川には数百本の大砂と無数の船を使い途方もない費用をかけて史上初めての船橋を渡すということまでした信長は大いに満足したがそれは単に桁外れに豪華絢爛なもてなしのゆえではない家康は世間に向け一種のデモンストレーションをしたのだ信長以前 諸国の軍勢はサイロの群れとほぼ同義だった米や財物や人を略奪するのが戦に加わる兵たちの目的だった信長は天下に武を吹きそういうようを終わらせたそのことを誰の目にも鮮やかに見せたのがつまり家康のもてなしだった信長の軍勢の通り過ぎた後に残るのは整備された街道であり 川にかけられた木の匂いのする橋だった。